ブレックゴードン、やってやるぜ。外すなよ。突き飛ばしてやろう。サンドロックブレイク。ソフィア様、失礼し。うん、大丈夫だよ。さすがソフィア様。ソフィアとレンは相変わらず仲がいいね。誰かと思えば、重要な式典の本番。そういえばアレックス。いや、今年は他の騎士たちが京都。ま、アシュ。は。どうも。国欲。よろしくね。アシュ、私はルーマ報告。ねえアレックス。二人と年齢が近いからずっと二人で。に。なんだ。こんな会場みんな。もうこんなに魔物が。状況は思った以上に悪いみたいだね。みんな気を引き締めていこう。出番だ。やっは、とどめだ。ソフィア様、少し前。大丈夫、私だって。聖女。悠長に喋っている時間はない。移動するって。さっきの魔物、おそらく敵が本格的に攻め、今なら敵の狙いはソフィアだと。港へ向かわなきゃ。団長と兄さんが一緒な。アレックスには悪いけどな。問題、うん、ということだ。僕だって言われっぱなしになるのはごめんだ。兄さんに恥をかかせないために。勝ったぞ。初にお目にかかります。私の名はキケロル。このソフィアお姉ちゃんに任せなさい。
このソフィアお姉ちゃんに任せなさい。ようやく会場の外に出る。これなら団長と合流とはいえ、あ、無茶なこと。なんと、あいつ、レンが戻ってくるまではここで待機するしかないな。大丈夫、レンちゃんは。そこにいるのは誰？あら、防がれてしまいました。なんだ。無駄な抵抗はやめて。そう言われて素直に。私はハンナ。あなたがいちいち理由を念のために聞いて。おや、エリザベコンクレイブ。ルーマ報告に敵対する組織のことだ。とにかく私はこの国には教会の騎士。バカ。その強気な態度嫌いではありません。ではこちらも容赦なくお相手いたしましょう。いつでも準備 OK だよ。アーマー部隊、手加減する必要はありません。大丈夫、聖女部隊、無理をしないで。皆殺しにしなさい。先月聖女とそのご縁お相手させていただきます。お手並み拝見といきましょうか。いける、ここね。無念、は無念。散りなさい、エリザベス様のために。ソフィア様、ご心レンちゃん、よかった。ソフィア様こそ。感動の再会は後回しにして。オーチェニア開拓国内は魔物であふれ返っていたわ。今は警備に当たっていた騎士だ。時間が経てば経つだけ。港はどうだ。いるにはいるけど。とりあえず言われなくても承知。よし、頑張って思いっきり走るから。みんな、私たち勝てたんだよ。いつでも準備 OK だよ。この街も戦場になったか。どうかしら。ここでやらなくちゃ。セイリー、体が錆びて。ちゃんと当てないぞ。私の出番だね。はい、食らいなさい。ここでやらなくちゃ。今の私の力なら。体が錆びて。やっ、計算が狂ったか。みんな無事だよね。Thank you.
元は聖騎士としてルーモ報国に所属していたが、今は傭兵国翼団の団長を務めている。こんにちは、私ブロッサム、レジスタンスアルカリ。このソフィアお姉ちゃんに任せなさい。このソフィアお姉ちゃんに任せなさい。なんて手応えのない相手だ。準備運動にもなりゃしないぜ。式典会場内で派手に戦闘が始まった割には小物の魔物しか出てこないな。それでも騎士たちは大混乱だな。誰が魔物を放ったのか知らんが、効果は抜群ってところか。なんだったら団長が騎士団連中の指揮を取ってきてもいいんだぜ。この港くらい俺一人でも守りきれるからな。面白いこと言うじゃないか。そういうことは俺より強くなってから言うんだな。実力を示せって言うんなら今すぐ示してやるぜ。エルフってな、どいつもこいつもお前のように傲慢で自信家なやつばかりなのか。さあどうだろうな。俺はエルフの国じゃ嫌われ者だったからな。多分他の奴らは貧困法制な奴が多いんだろうぜ。国要求の狂犬マルピオンか。俺が国翼団に誘ったことでエルフから厄介者がいなくなるなんて喜ばれたんだろうな。それでどうするんだ。ここで俺と戦うか、おとなしく港の防衛を続けるか。傭兵として任務を放棄するわけにはいかん。ことが終わったらゆっくり相手になってやろう。それじゃ約束を取り付けたところでつまらん任務に戻るとするか。団長が怪我をしないようしっかり俺が守ってやらないとな。笑わせてくれるぜ。俺の前に立とうなんざ100年早いんだよ。準備 OK だよ。お互いどれだけ魔物を倒したか数えてみるか。暇つぶしにはなるかもしれないね。
相手が弱すぎて数えるのが面倒だ。やるなら一人でやってな。マッスルか、ダーリン。おっしゃー。何ここ、視界一面砂しかないじゃない。集中はっ。寒い。オンだ。上昇。決めるぞ。大地を裂き投げ払え。ボルティックセイバー。寒い。これだけ騒ぎが大きく。確か。アレックスと一緒にアッシュが聖女のところへ行ったんじゃないのか。やっぱり聖女への挨拶は団長が行った方が良かったな。どうしてアッシュになんて行かせたんだ。あいつもそろそろ見習いは卒業の時期だからな。自分が護衛する対象が誰なのか分かっていた方が任務にも身が入るだろう。ああ、前あいつには才能がある。だがアレックスという義兄がいるのが災いして、そのことを自覚できていない。俺にはまだアッシュがそれほど才能に恵まれていると。今はまだそうかもしれん。大した自信だな。ママか。さっきマルピオンに勝った。はあ、よし。それって山の上まで登るってこと。油断するな。仕方がない。僕が力を貸してあげるよ。誰かはわからないけど助かるよ。お別れで。こいつらを片付けてしまおう。最大魔力でお相手します。
獄の使者消えろ。お別れです。最大魔力でお相手します。いってー。やっ、みんな大丈夫？私にだって。行くよ。ミカ、手伝いなさい。ああ、分かった。うちの本気見とけや。出番だ。てっやっはっ、とどめだ。終わりだ。はいはい。
盟約を果たせ。